はい、どうも西安です。今回は5分でわかる災害時の非常持ち出し品ということで、私西安が災害に備えて準備しておくべき非常持ち出し品について解説をしていきますよ。5分ではあるので、皆さんぜひ最後まで見ていってください。災害が起きたら素早い避難が求められます。自宅の外に避難する場合は、必ず必要なものは自分で持っていくようにしましょう。必要なものは人によって違うので、あなた自身に合わせた非常持ち出し品を用意してくださいね。それではいきなりですが、皆さんは災害に備えて非常持ち出し品を用意していますか？避難所なんかには備蓄品があるから自分で持っていかなくてもいいじゃないかというふうに思う方もいるかもしれませんが、避難所なんかの備蓄品には限りがあって、本当に必要な人のために使われます。なので必要なものは必ず自分で用意をしてくださいね。用意する際には非常持ち出し袋を用意して非常持ち出し品を詰めてみてください。ちなみに非常持ち出し袋には両手の空くリュックサックなんかが便利ですよ。非常持ち出し袋の中身の重さは、成人男性で15キロ、成人女性で10キロが目安というふうに言われています。実際に背負ってみて、自分にとって重すぎないかどうかを確かめてみましょう。重すぎるものを背負って移動するのは大変危ないので、必ず背負える重さで用意をしましょうね。また非常持ち出し品は用意をしてそれで終わりではありません。用意した非常食の賞味期限が切れていないか、ライトやラジオの電池は切れていないかなど、定期的に点検をして不具合などがあれば補充したりしましょう。非常持ち出し品に不足がないかチェックリストを事前に作成しておくことで、いざという時に困らずに済むでしょう。じゃあ非常持ち出し品として何を用意したらいいのか疑問に思われているという方も多いのではないでしょうか。例えば、重くなりすぎないよう最低限の飲料水、食べやすく保存期間が長くて調理をせずに食べられる非常食、また現金、通帳、印鑑、健康保険証、免許証などの写しっていう貴重品、消毒液、マスク、体温計、スリッパなどの感染防止品などが考えられます。他にも携帯電話のモバイルバッテリーなどがあれば便利ですし、携帯ラジオなどがあれば情報収集をするときにも安心です。非常持ち出し品は家族構成や世帯事情に応じて必要なものが違ってきます。例えば乳幼児がいる家庭であれば、離乳食、ミルク、おむつ、お尻拭きなどが必要です。要介護者の方がいる家庭であれば、入れ歯、介護食、大人用のおむつなんかが必要になります。疾患のある方がいる家庭であれば、持病薬やお薬手帳などが必要になります。またペットがいる家庭であれば、リード、ケージ、トイレ用品、ペットフードなどが必要になります。このように必要なものはそれぞれの状況に応じて違うので、自分たちに何が必要なのかを考えてみてください。また非常持ち出し品は災害時に慌てて用意するのではなく、事前に用意をしておきましょう。災害時には素早い避難が求められます。いざという時に非常持ち出し品を用意していたのでは、逃げ遅れの原因になってしまいますよ。非常持ち出し品を袋に詰めて用意したはいいものの、普段使うことがないから押し入れに入れてしまってるという方ももしかしたらいらっしゃるかもしれません。でも非常持ち出し品は必ず目について取り出せる場所に置いておいてくださいね。目につく場所に置いていないと、いざという時にどこにあるかを探す羽目になってしまいますし、そもそも用意しているっていうこと自体を忘れてしまうかもしれません。今回の動画のポイントをまとめると、まず災害時に自宅の外に避難する場合は、必ず非常持ち出し品を持っていく。そして非常持ち出し品は持ち運べる重さで用意をする。また用意した非常持ち出し品は定期的に点検をする。そして必要なものは人によって違うので、自分オリジナルのものを用意する。用意した非常持ち出し品は目につく場所に置いておくということになります。はい、ということで5分でわかる非常持ち出し品ということでお話を進めてきましたが、皆さんいかがでしたでしょうか。非常持ち出し品と合わせて自宅で災害時に過ごす場合に備えて備蓄品の用意もしておきましょう。
概要欄に備蓄関係の動画のリンクを貼っていますので、よかったら合わせてご確認ください。今回の動画はこれで以上になります。ご視聴ありがとうございました。さようなら。ここで防災川柳を一句。災害時、慌てて用意はダメダメよ。さようなら。